皆さんこんにちは、ボイスプレイヤーのサオリです。左側くんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回はね、話題のパズドラに触れていきたいと思います。そうですね、はい、もうトレンドに入っちゃったらしい、このねエスカマリ PR がもう爆騰ですよ。値段バーン、歴代最高額ですからね。そうね、 PR の中だと。でまあボックス PR ってちょっとねバーンってなるのはあるけど、まあ歴代最高額で、まあ能力自体はね、そうなんですよね、あんまり超強いかって言われると、うん、まあ普通ですよね、うん、普通よくあるカードなんですけど、うん、なるでこれが最高額になったかと言いますと、話題のネイワンショットデッキに4等されていたからでございます。ということで、そのデッキがね、次期環境トップの破壊力と、まあ、どれぐらいかと言いますとね、以前紹介したホロライブの電源グラを超えるそうですもうあれだよ、まあ、あれ超えたらダメでしょって感じです。あれが最高だと思ってたのに、うん、そんなの、このネイについてパズドラ的に分かりやすく説明してもらって。そうですね、こうバイス知らなくて、もしかしたらねパズドラだけ知ってる人いるかもしれないですけど、うん、まあ、パズドラって例えると、まあ曲芸師ですね。あ、これはもうインフレのゴンゲと言われているあれ、あれがあれですあれがネイだと。あれがネイです。はい、じゃあそのねネイのテキスト見ていきましょうか。はい、まずはまあ回復、あのキャラを1枚選び山札の下に置く系の回復だね。はいはいはい。あとクライマックスコンボで1コスト手札1枚控室に置きます。アタック時ですね、はい、山札の自分の山札7枚を控室に置きまして、はい、トリガーアイコンが3枚以上なら4ダメージ、はい、4枚以上なら相手のピカシスのカードを3枚まで選び山札に戻す、はい、6枚以上なら4ダメージということで、またドラだね、ドラめくったら何でもやっていいと思ってるんですよね。もうさ、いやなんかちょっとさ、このドラ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 って落としてくる、なんかちょっとパズドラっぽいけどさ、可愛くねえんだよな、そのな。まあまあそうっすね、うん、確かに。そら、ねね、単純に、4ダメ3戻し4ダメってことだよね。そうですね、分かりづらいですけどこれ全部使えますからね、この効果。7枚中6枚落ちれば、うん、全ての効果が発動するっていう。なんで1枚いいんだよ、余裕があんだよねえ、なんで7枚中7枚じゃないですかねSAO の勇気とかアスナとかは11枚落とさないといけないの。そうそう、なんか1枚おまけしてくれた。1枚おまけしてくれてまあ4ダメ逆圧縮、4ダメあとネイ自体の本打点と、うん、ほぼ444、ほぼ444 1コストハンド1枚なんですけども ねこのゲーム28点入れるゲームなんですけどね、うん、あれあれ、まあね、なんで軽すぎるって。まあでもさ、これさ決まらんやろっていう方がね、まあ、あれ言うてね、ドラ6枚なんて方、うん、いるんじゃないですか、はい、いるんじゃないですか。でもご安心ください。こちら、まずね流行の初日パズドラ発売日ですよに考えられたサンプルレシピになります。デッキのトリガーのカードが36枚となっておりますね、ガウルグラ35枚だったんですけどね、うん、超えてきましたね、超えてきましたでまあね、ゼロのカードとかね邪魔になってくるんですけど、うん、このゼロのカードは思い出に行ってキャラサーチをしたりですね、はいはい、知ってきますと。そう、山札から、邪魔になったらいなくなる、うん、山札からいなくなってくれる、いなくなりますと。チョイスも邪魔なんじゃないですか、これ左側。まあ実はそう、そうですね、ドラついてないですもんね、チョイスって。ドラついてない、チョイス、うん、邪魔だよ。なんですけど、まあなんか21効率がチョイスにトリガーアイコンを与えるっていう効果を持ってるんでご安心くださいって感じですね。あ、でもまだね不安なのが、やっぱ今さ2の5度目とかさ、はいはいはい、されて3レベルに上がらないなんていうのもあるんじゃないですか。まあご安心ください、0レベルに自分でクロック食らえるカード用意しておきました終わりだよ、任せてください。だからさ、このデッキさ何がやばいって、ほぼほぼデザイナーズっつうのがあかんよね。そうなんですよね、これ10のねこの対応もなぜかドラついててもんなのに、うん、これだからこれと一緒に使ってくれみたいな感じですよね、うん、多分ね、トリガーアイコンついてるってことは、うん、まあそうなんだろうね。だからまあ結構その6枚落下、はいはいはい、2面ぐらいは達成するの楽勝らしい。あーで1面はちょっと失敗しちゃうからぐらいってことですよね、うん、失敗しちゃうけど、まあ2面ぐらいは普通にいけると、うん、なるほど、だからありえないですよ再現性が。でまあツイッターでねいろんな声あったのでね、ちょっと軽く紹介しますけど、はい、21から死んだ、22から死んだで使っている側の意見としてもね、はいはい、SAO と電源ぐらい以外はこれで死んだと環境2トップ以外は、まあ、話にはなる、うん、なんならオバロはもうオバロは余裕らしいやばいね、これなかなか、これねもう今期終わりなんですけどね、うん、大会ほぼ
あと名古屋だけかな、まあ、名古屋だけなんですけど、この時期に出てくるカードパワーじゃないですよね。そうね。ってことは来期使えるもんね。そうですね、6月に制限ありますけど、間に合わないですよね、確実に。もうさ、なんかあれじゃない、名古屋の結果にもよるけど、はい、あの間違えましたっていうことにはならない。まあね、名古屋ワンちゃんちょっと皆さん頑張っていただいて、あの8人ぐらいパズドラ入賞していただいて緊急制限全部ネイで1位から4位ネイにしてもらって、ね、緊急制限でお願いします、うん、名古屋行く方、スーパースターを超える速度で、ね、そうですね、発売1ヶ月で禁止どうでしょうかって感じですね、うん、どうでしょうかっていう。でもね、それにはね大きな問題があってですね、はい、これで冒頭に戻るんですか、じゃあ、はい、お前らファズドラ組めばいいじゃんって、そうですね、なるんですけど、はい、あのボックス BR が高すぎる、あの高すぎるんですエスカマリが買ったら1万円なんです。はで、やばいよね、これやばいですよね。だからエスカマリをあの早急に再録するか、そうですね、再録、あのネイを禁止にするか、まあ二択だと思います。そうではないと、まあ、バイス縛るサービス終了のお知らせですね、これは。ちょっときついな、これは。あの何でも楽しんできた私もちょっとたまげてるね、これは。そうですね、ちょっとギリ電源グラでまあって感じだったんですけど、だから最近もうね、電源グラはまだいいとか言われてる環境が異常だからね、みんな気づいて。そうですね、あの電源グラダメですからね、あれよくないか、あれはまだケアできるみたいな声が上がってきてて、いや電源グラと同列のやつがいますかっていう話なんですよね。そうそうそう、出てきちゃう、いないんですよ。なんだろう、超えてきたんですよ電源グラこいつは。まあね、 X ルックが入らない方とかが流行ればね、多少ね下がるかもしれないんですけど、まあまあ落ち着くとは思いますけどね、正直今の1万円は高すぎると思いますけど、うん、高すぎるからちょっと焦んない方がいい、ね、焦んない方がいいです、あの冷静になってください、うん、そのエスカマリ本当にいりますか、そう本当に必要ですかっていう問いかけをしてね、うん、まあちょっといろんな意味で、あの今後名古屋地区含めちょっと楽しみになってきましたねということで、今回緊急で動画を撮らせていただきました、はい、あのよく、あのもしねパズドラ使った使われた方いたら、あの感想の方をコメントに書いてくれると、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。